電車内で刃物を使った事件や放火が相次いでいることを受け、神戸市営地下鉄で避難の呼びかけや不審者を取り押さえる訓練が行われました。訓練は神戸市営地下鉄の静清中央駅へ向かう電車内で、刃物を持った男が乗客を襲い火を放った想定で行われました。今年小田急線や京王線で無差別殺傷事件が相次いでいることを受けて実施された訓練には、神戸市や警察、消防からおよそ80人が参加しました。訓練では電車が実際に走る中、乗務員らが乗客に避難を呼びかけるとともに、不審者が他の車両に移らないよう止める動きなどを確認。駅に着くと通報を受けた警察官が突入し、不審者を取り押さえるとともに、消防がけが人の救護や火を消す手順を確かめました。電車の構造であるとかですね、警察の動き、または関係機関との連携というのはですね、確認をできて非常に良かったと思います。スマートフォンやタブレットをですね、確認をしている方が多いと思います。日頃からちょっと周囲に注意を払っていただいてですね、何か起こったらまず自分の身を守るということを考えていただければと思います。兵庫県警は今後他の鉄道会社にも訓練を呼びかけ、連携を強めたいとしています。